ありがとうございます。ケーキ、ふーって一緒にふーってしてくれますか、プロデューサーさん。歌ってくれますか。何度も何度もお日様が昇ってきてくれて、今日みたいな日を運んでくれます。場所だったでしょう。生まれる前にいたとこは忘れてしまったみたいです。ここがあんまり気持ちよくっていいのかな。おめでとうをもらっちゃったのに、もう少し開けるの待ってもいいですか。生まれた日はびっくりしてたくさん泣いたのに、今日はあったかくてニコニコ。プロデューサーさんはコスモスさん、桔梗さん、リンドウさん、金木星さん、私が生まれた頃にお迎えしてくれた秋のお花、今日は私たちが包帯代わりさ。抱えきれないたくさんの愛でキリコを包んであげたいんだ。今日カメラ持ってきたんだよね。もちろんうちの末っ子の誕生日をバッチリ撮るために。オーガンジーのリボン、キリコの髪に似合うと思うんですよね。何って誕生日プレゼントですよ。キリコにおめでとうってありがとうって言ってくるばい。キリコの誕生日やけんね、おめでとうもありがとうもいっぱい伝えるばい。プロデューサーはキリコの誕生日プレゼント何にしたんですか。さ、プロデューサー、キリコにおめでとうを言いに行こう。たくさんの愛を伝えなければ。キリリンのお祝いした写真ツイスタにあげてもいいか、みんなに確認取らなきゃだ。ずっとずっと前、初めて光を見た日。